皆さんこんにちは。文化盆栽園荒垣です。これからこちらのミニ三段花の木をですね2本手入れしていきたいと思うんですけど、こちらの木ですね、お客さんから、どうにかこの木を盆栽にしていけないかということで依頼を受けて、動画にも出したらどうかということで言ってくれましたので、今回ですね動画にして盆栽を作っていく様子をですね継続して撮れていければなと思います。まずですね木の状態なんですけど、畑の土のようなものに植えられているんですけど、結構長く植えられているのかなという感じです。もう根詰まりもしている感じで、もう早めにですね植え替えもしたいところなんですけど、時期がずれていますので根っこは触れない状況なので、植え替えの時期はもう来年するということで、今回はですねそれに向けて力をつけながら枝葉も充実させたり、もう作るための段取りの作業をしていきたいと思います。で今ですねこの木の根の張りなんですけど、だいたい10センチあります。で高さがですね約50センチほどあります。こちらの木をですね盆栽にしていくんですけど、まず張りも良くて、で周りを見るとこう太い枝が何本も途中から生えている状態です。骨格を見ていくと株立ちなんかもできそうであるんですけど、こちらの太めの枝を芯にして最終的にはですね短く切って模様木を作っていきたいと思います。でそれに向けて枝をですね追い込んでいきたいと思います。で今回ですねこの木の状態を見ているとあまりですね力のある状態ではないので、力をつけるためにですねそれと下の枝を充実させたり、芯になる枝を太くさせるために周りを追い込んで調整していきたいと思います。今のところですねこちらを正面にして、最終的には他の太枝を切り落として、でここも短めに切って曲がりを作って模様木にするという構想でですね今できる作業をしていきたいと思います。まずこちらを育てたいので、まあ、ちょっと短めに切るのもありですけど、今回はですねこれ完全に芯になる枝はもう残していきたいと思います。で後ろの、 不要な太い枝ですね、この不要な太い枝を今回控えめに切り落としていきます。今回ですねこちらの枝とこちらの太い枝とここの細めの枝で足元にも枝が出ていたので、ここをしっかりと削り落としました。でここが芯になりますので太らせて力をつけて、でこちらもですね追い込むことで下に力がいくので、力が溜まったところでここをですね最終的には切り取っていくような感じです。この木の今回の作業は終了ですね。あとは傷薬を塗って、根も詰まっていますので肥料を控えめに与えて管理していくという感じですね。こちら2本目のミニ三段花ですね。こちらも大きな枝が3本出ています。でいろいろこの木のですね樹形を考えてみたんですけど、こちらとこちらの枝を最終的に切って、この中心の枝を芯に立てて動きを作って模様木にしていこうかなと思います。で今ですねやはりこの木も根詰まりや状態があまり良くないので、木に力をつけながらですね最低限に手を入れて来年植え替えるという感じですね。
でこちらなんですけど、この辺にほとんど芽がないので、枝芽を多めに作るために芯の方も少し切っていきたいと思います。こう少しでも追い込むことで下の方に芽を持ちやすくなりますので、切っていきたいと思います。ではですね、切っていきます。あとは傷薬を塗って肥料も控えめにして管理していく感じです。今回の作業は以上ですね。チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。